ははい皆さんこんこにちはです今日の仮想通貨マーケットは昨日とは打って変わって、えー、少しですね、意気消沈モードにまた戻っているかなというふうには思います。えー、昨日のですね CPI の発表から一夜明けて少しマーケットの方はまあそういった高揚感みたいなものが若干なくなってきていて今は少しですね、まあ、下落どこまで行くのかというところを試しているような感じかなというふうには思っております。で昨日はですね、 ビットコイン6万7千ドルをトライして今下がってきているそしてイーサに関しましては3千ドルを超えてどこまでいけるかというところをいろいろと試してはいたんですがビットコインが思いのほか伸びなかったということもあってまた落ち,落ちてきてしまっているというような状況ですかねこれに他の仮想通貨アルトコインも、ま、つられて下がってきているわけなんですけれどもやっぱりですね CPI の発表がマーケットが予想していたよりも悪くなかったということで我々としては少しもう少し アップサイドのへの期待というところが持てるような今状況になってきているのかなと思いますしかしながらですね今のフェッドの利下げ織り込み状況というところを見るとマーケットのいわゆる楽観的な見方みたいなものはまだそこまでまだ入ってきていないかなというふうに思うので、まあ、短期的な大きな上昇はあったもののそれがトレンドにはまだまだならないというような今状況かなというふうに思っています逆に今日ですねボーンとと上がっっててきたこともあって もう少しダウンサイドの警戒感というのを持っておく必要が短期的にはあるんじゃないかなというところはありますがやはり昨日の CPI も見ても分かります通り今後、ですね利下げが行われてくるもしくはそういった状況が近づいてくるに従ってマーケットの強気というようなセンチメントはですねまた戻ってきやすくなるかなと思うので短期的には下落もしかすると 長期的にはま大きな上昇が見込める可能性がま、今えまた出てきているんじゃないかなというには思っております。まあとはですね。今日いくつか非常に重要なニュースがあるので、そこはしっかりと皆さんにカバーをしてえお伝えをしていきたいかなと思っています。で、今度からですね。まこういった情報に関しましては、まこのこのすごく重要なま情報というものに関しましては。はま動画を出すタイミングよりも早くテレグラの方で。 出そううかなというふうに思っていますおそらくもう皆さんが動画を見るタイミングには、まあ、2、3個ですね皆さんの手元に重要ニュースが届いているというような形で今後やっていきたいと思いますのでぜひです、ね、概要欄そしてこちらの QR コードですね、今あると思うのでこちらに登録していただければいち早くですね皆さんに面もい情報が解説付きでいろいろとお届けできるんじゃないかなというふうには思っております。はいでで早速ですね皆さんと一緒に まずはですね、ご覧に入れたいチャートがあるので、こちら見ていただければと思っています。これがですね、今現在のビットコインのオーダー状況になってますと。で、上にですね、黄色い線がパーっと強く張ってありますが、これがですね、6万7千ドルのライン、ここにたくさんですね、ストップが置いてありますと。で、今はちょっと反発はしていますが、もう一旦この6万7千ドルというところをトライしに行く中で、 え、ここをですね。ま抜けられれば大きく。また上昇していってえ、徐々に上値を切り上げていくというようなま状況がですね。出来上がってくるんじゃないかなと思いますが、まだえ追加的にい,いニュースが出てくるというわけでは正直ないので、えまあ、どうかな？というところを少しえ、今今持っているというような状況かなと思います。で、一応ですね。やっぱりもう少しえ、ちょっと前のタイミングよりも利上げ期待というところがます。いません。利下げ期待というところがえ、また再燃してくるようなことがあれば、えどん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 一旦この。 ちょっと下ラクトレンドをついていたビットコインの反転というところが見込める可能性もあるのでいろんなフローがどういうふうに実際出ているのかというところはしっかりとですね見ていきたいと思いますしあ今日もすごくその関連のニュースというものが重要に出てきているのでお伝えをしていきたいかなと思っています。もちろんこれについてはテレグラムの方でもご紹介しているので見てもうテレグラム登録されているという方はそちらの方でも見ていただけるとよりいろんな詳細な情報を載っているんじゃないかなというふうには思っています。 でこのようにですね、やはり利下げというものが大きなトリガーとなって、ビットコインの上昇相場はです、ね、続いていくんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、やっぱりですね今、すごく重要なのは、上昇が始まってからポジションを作り始めるというところよりも、今しっかりとポジションを作っておくですとか、まあ、あとは今のうちにどういったシナリオになれば、どんな感じの動きが起こるかとか、まあ、日々ですね情報をですね収集するということでもあると思いますので、ぜひです、ね、このチャンネルをご利用いただきたいのと、まあ、あとはですね、 まだまだビットコインに関しては初心者ですとか、も、ま、しくはまだ口座持ってないよという方に関しましては、今、ですね概覧欄の方で僕のリンクを通じていただきますと、入金すいません入会するだけで20ドル、そして100ドル入金するだけで追加で20ドル、まあ、合計で日本円で6000円分のですね取引ボーナスがもらえるキャンペーンをやっているのと、僕の紹介リンクで行っていただきますと、これ限定なんですけれども、入金額に応じて最大450万円の取引ボーナスが もらえるキャンペーンもやってますのでぜひですねこれから仮想通貨取引してみたいなという方はこちらのキャンペーンですねご利用いただければと思ってますはいということで次はですねこちらのニュース見ていきましょうビットコインのですね今オプショントレーダーが短期的にはですねダウンサイドを今見ていますよというのがアナリストの方々のコメントとして出てきましたこれもですねテレグラムの方でご紹介させていただいてますが今ですねやっぱり少しマーケットの センチメントっていうのが少し変わった感っていうのはもしかするとあるかもしれませんが CPI 予想とほぼ一致でしたよねなのでマーケットが単にですねこれまで悲観的な見方をしていてそれの反動でショートカバーで上がっていったというのが昨日今日の動きだったんではないかなと思いますがやっぱりちょっとここ最近の動きのまあ 息まあ、あのレンジからちょっと外れるような動きだったこともあって、まあ、このですね大きな上昇というものが、まあ、一旦ですね調整されるんではないかというふうにトレーダーはですね今見ているというような状況になっています。なので、まあ、1週間から1ヶ月の間に、まあ、この上昇幅というところを戻していくような、もしくはもう一旦ですね下落を続ける、もしくはレンジでの相場に。 えまた戻っていくというようなことを今ビットコインのオプショントレーダーは見込んでいて短期的にですね下を見ているというような状況になっています。では長期的にはどうなのかというのもこちらにも一応記載があるんですが、ま今ですね大きく年末までにですねポジションを取っている人っていうのが増えてきているというようなま状況になっていますと。 でこれは例えば10万ドルとか12万ドルとか、まあ、そういったところをです、ね、見ている人が今非常に増えてきていると言われているんですがもう1個ですね皆さんに記事をご紹介したいのがこちらになってますとでこれに関してもですね皆さんにテレグラムの方でご紹介させていただいているんですが QCP というですね僕はすごく情報の質が高いなという,ふうに思っている仮想通貨のですねオプションの プロダクトを提供しているこれ、主に機関投資家に提供しているんですが、そこの人たちが書いているレポートっていうのが日々出てるんですけれども、これがでですすね非常に内容面白かったですこれもテレグラムの方でご紹介しているので、興味ある方は見かしていただきたいんですが、のですの年末にかけて、今後、ですね大きくオールタイムハイはまた更新していくような動きになってくるんじゃないかということで、今、ですねアップサイドを。 オプションを使って取りに行くという動きが活発化していたりとか、まあ、彼らはですね今後、上昇していくんじゃないかというふうに見ているということですね。やはり先ほどの CPI の結果というものが大きく影響しているというのと CPI のですね動きに対しての市場のですね動きというのがすごい期待値高いなという感じしましたよね。まあ、つまり利下げが行われればこれの上昇幅っていうのは本当と,とんでもないことになる可能性があるんじゃないかというのも皆さん 感じたんではなないいいかなという,ふうに思います QCP の方々もそのように思われていて年末までに10万ドルに近く行く可能性がある、まあ、少なくとも7万ドルや8万ドルを超えて大きく上昇していく可能性があるというふうに彼らも言っています。で一応ですね彼らが推奨しているトレードとしては、まあ、6万ドルもう今6万ドル超えてますけれども7万ドルから10万ドルの間をですね狙っていくようなオプションを買っていくのがいいんじゃないかというふうに 言っているという感じですね逆に言うと年末までには10万ドルを超えて大きく超えていくっていうのはやっぱり難しいんじゃないかっていうふうに彼らも思っていてそこに対してのケアもですねオプションストラテジーの中に組み込まれていましたなので大体この7万ドルから10万ドルというところが年末までのターゲットになってくるんじゃないかっていうふうにかなりこの領域でいろんなですね意見や経験がある人たちが 言っっってていいいいるととううのは非常にに面白い内容だったんじゃないかなかうう思ってますで実際ですね今マーケットで6月ですね6月28日のタイミングでどういったオプションが買われてるかっていうのがこちらに記載されてるんですがだいたいですね6万5000ドルから10万ドル、まあ、メインは6万ドルから9万ドルというところを見てる人たちが非常に多いというような状況で。 これをですね年末までにしてみると、いっぺん変わって、ですねこちらの通り10万ドルや12万ドルというところのオプションがですね今、非常に買われているというような状況になっています。なので、まあ、時間が経てば経つほどよりビットコインの上昇を織り込んでいる人たちが、このオプショントレードのマーケットには今いるというような状況になっているので、まあ、これは1つ、すごく勇気づけられるような内容だったんじゃないかなというふうに思います。はい、続いてはいい続てですね こちらのニュースになりますこれもすごく重要でテレグラの方でもお送りしているんですが今回ですね議会で1つの投票が行われましたでこれ何が行われたかっていうと、まあ、今ですね、まあ、バイデン大統領をはじめとする民主党の方々がですね、まあ、メインに今推している会計基準というものがありますとでこれ何かっていうとクリプトの企業に関してはお客さんから預かっているクリプトをですねこれを負債としてバランスシートに え乗っけ貸借対,対象表に乗っけるというような今会計基準をですね推し進めようとしてますと。でこれってじゃあ何があのまあおかしいかっていうと通常であればこれが株式のマーケットであればオフバランスシートっていうふうに言って負債として乗っけないで貸借対象表バランスシートから外すっていうようなことがありますと。で会計とかをですねあまりあの詳しくない方に関してはまあどういう意味なのかっていうのもあると思いますがこれ負債として 抱えるとすると、銀行や証券会社というのは、ですねレギュレーションでバランシートの例えばアセット全部の資産に対して何、何パーセントのですね負債に留めなきゃいけないとかまあ何、何パーセント少なくとも自分たちの資本を入れておかなければいけないかみたいな規制があるんですね。これはあの資本規制というものがあるんですが、これをですねお客さんからの預かり資産を負債とした場合、大量のですね資本というものを 手元に持たなけければいけませんでこれっていうのはかなりですね資本の非効率化というところにつながっていくということもあって大量の資本注入をしなければいけないというような状況に陥るところがあったりとか、まあ、そういった必要性があるのであれば、まあ、こういったクリプトのですね資産預かり業務というものはもうできませんというふうにですね言うところが今後増えてくることによってこのクリプト業界というものが発展していく上で非常に大きなですね足、まあ、かせになるんじゃないかというふうに 今言われていてい非常に多くの人たちから反対をされていま,すまあそれもあって今回ですね議会では否決されたんですけれどもこれをですねバイデン大統領が拒否権を発動させてやれという,ですねもう形でどん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 今押しつめてくる可能性があるというような状況になっています。でその一方でこのクリプトに対して大統領候補のバイデンさんとトランプさんいますけれども彼らがどのような姿勢をですね 持っているかというのが有権者にとって今すごく大事だというふうに言われています。で今回もしバイデン大統領がこれに対して拒否権を発動して、まあ、こういったものをどんどん押し進めるという形になると次の選挙でもし,もしかすると特に若い人たちです、ね、から非常に多くの,です、ねまああの反感を買って票を得られない可能性もあったりするのでこれに対してそもそもバイデン大統領がどのようにリアクションするのかというところに加えて これがもし拒否権発動された場合どのように進んでいくのかというのが非常に大きな重要なポイントとして今議論されております。まあ、これについて詳細はですねテレグラムの方で送っているのでこちらの方でも是非見ていただければと思っています。はいで続いてはですね CME シカゴマーカンタイレクシェンジというところがありましてこれは世界中の機関投資家が、まあ、アメリカにある CME という取引所で ビットコインやイーサリアムで,ですね先物取引を今できる取引所なんですけれども、ここでですねなんとビットコインのスポットの取引というものができるように今後、商品提供していくということをですねえ今、CME が言ってますと、商品提供というかまあそういったプラットフォームを提供するということなんですが、これをですねできることによって、もう CME でスポット取引も先物取引も完結できますよという状況になるということですね。つまり これまで機関投資家はスポット取引するのであればコインベースとかに行っていたものが一局ですね CME に集中する可能性が出てきたことによって少しですねこのコインベースとかそういった関連の会社企業に関しては少しうん大丈夫かなという感じにならなくはないのかなとちょっと心配が僕は今しているんですがまあいずれにせよですねこのやっぱりビットコイン仮想通貨というマーケットがいかに大きなビジネスになってきているというのがこの CME が ビットコインのスポット取引を提供するというようなことにつながっているというのがまあ考えられるんですけれどもまあ今後、ですねどん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 こうやってトラディショナルな伝統的な金融機関が先物だったりとかあとはスポットのようなまあ本当に基本的なクリプトの商品の提供というのを始める可能性が出てくるなというのを感じさせる一つの大きなニュースでした。ここれがどんどんん進むことによって よりですね多くの人たちがビットコインの現物や先物を取引したりとかビットコインの信頼度が上がるようなこれニュースでもあると思いますのでまあ、長期的には我々にとってはいいニュースになってくれるのではないかなというには思っておりますはい続いてはですねこちらになります先日もこちらご紹介をさせていただいたんですけれども今ですねアメリカのペンションファンドいわゆる年金ファンドの人たちが ビットコインのスポット ETF に投資を始めているということもあってこれらがですねやはり長期的なビットコインの信頼度の貢献を高めていくのに1つ大きく役立っているんじゃないかというのが1つ、また注目をされているんですがここで改めて強調されているのがかなりコンサバめな機関投資家がですねこのビットコインのスポット ETF に投資を始めているというのがやはり大きなポイントだと思うんですね。 で一部のヘッジファンドに関しましては、もう2ビリオンぐらい、日本円でいうと3000億円ぐらいのビットコイン ETF を買っている人たちも今、出てきている中で、ペンションファンド、いわゆる年金ファンドが、このようなものに対して、大体160ミリオンぐらいですかね、日本円でいうと250億円ぐらいのビットコイン ETF を買って、も投資をしているというような形になっていることもあって。 他のですねペンションファンドやまあいろんな金融機関がまあこぞってですねこのビットコインというものに対して投資を検討するようなフェーズに入ってきているということがまあわかると思いますのでよりまあ今年の後半から来年にかけて期待がさらに高まっていくんじゃないかなというふうに思いますはい続いてはですねまたモルガンスタンレーがえーなんとですねビットコインの ETF 保有してますよというのをまあ今回 開示ししてましたで、まあ、一部コメントで来てましたけれどもマーケットメイクするために、まあ、少し自分たちのポートォリオに置いとくっていうのも、まあ、一定程度あるかなと思いますが、まあ、それでもですねやっぱり自分たちでリスクを取るということには変わらないのでリスクを取ってバランスシートに乗っけるつまりマーケットが動けばですね自分たちの損失につながるというものに対して、まあ、270ミリオンもですね資金を費やしているというのは非常に 大きいことだなとだ思いましたこれ全部が全部マーケットメイクのために使っているというわけではないと思うのでやはりですねビジネスが今後どんどん大きくなっていくような一つの指標になると思いますし第1期、第2期、第3期と今後いろんな決算の発表があると思いますけれどもそういったところでこの規模が大きくなっていくのかっていうところについてそれもですね大きな注目のポイントになりますのでその辺もしっかり打っていきたいかなと思っています。 他の大手の金融機関ももちろん今現在保有していますしさっき申し上げた年金機関やヘッジファンドもですね解除しているような今状況となっていてこれ思ったよりもですね早いというふうに今現在言われているんですが実はですね今このタイミングで開示資料今どん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 出てきているんですけれどもビットコインのスポット ETF を持っている金融機関っていうのがもうですね400を超えているんですよねビットコインのスポット ETF が承認されてもうわずか数ヶ月の間に もうなんとですね400を超える金融機関がもうこの提出をですね行っていると、これどういう意味かというと、確かですね100ミリオンの保有を超えると、こういった届け出をですね出さなきゃいけないんですね、つまりそれだけ大規模に買っている金融機関というのがもうですね400件もいると、これはブラックロックをはじめとした大手のですね資産運用会社からも、本当に驚きの声が上がっていて。 まあいかにですねここにチャンスがあるかというのを多くの資産運用会社が感じているかなというところとあとはですね今後どん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  CME だけではなくて他の金融機関もですねこの仮想通貨に対してのビジネスをどんどん入ってくると思いますしブラックロックも今後さらにこのビットコインやほ他の ETF に関しても商品をですねどんどん作って 提供してててて売ってっっていいとととうことをですすねやってくると思いますあとはモルガン・スタンレンに関しましても自分たちのです、ね、お客さんに対してこのビットコインをです、ね、自分たちから積極的に進めて売っていけるというような状況に今まさになっているので今後ですねより多くのウォール・ストリートの会社からリテールに対してそういった販売戦略がですねより実行されていくんじゃないかなとは思っています。 はい、でここからですね、いくつかマクロの関連ニュース見ていただきたいんですが、まずはですね、米国の航空業生産の指数が発表ありました。で今回の数値につきましては、支持要素0.1%の上昇を下回る数値でした。つまり我々が思っていたよりも景気が少し 落ち込んでいるもしくはまあ落ち着いてきているというような現状がまあ今あるということですね。で、やっぱりこういったところを見てみても、ここ最近ですね、米国の経済が少し落ち着いてきている感というのが出てきているので、このあたりがですね、若干ちょっと懸念点まではいかないものでも気にされ始めているのかなとは思っております。まあ人によってはスタグフレーションの可能性について言及をしたりしていますが、そういった人がちょっと出るぐらい、マーケットでは今、見方っていうのがまあ少しネガティブになってきているかなというのは思いますま。あ,あとはですね まあいろんな方がコメントをしているんですが米国のリッチモンド連銀総裁に関してはインフレ低下にはもう少し時間がかかるということをまた改めて述べておりまして引き続きですねまだまだ金利低下というところにはまあ時間を要するまあ判断には時間を要するもしくはまだ判断をできないような状況にあるというのがまあ改めて念押しされたというような状況かなと思います。これらをを受けててて今のの利下げ業務状況どううなっいいいいるかというのを見たただきたいんですが 今現在ですね9月の利下げは70%になっています昨日は75%の利下げの確率だったのでまあちょっとですね戻してきているという感じではあるのでまあこういったところを見ても昨日の動きまあ今日のまあ反転みたいなものはまあちょっと調整というところで捉えてもいいのかなと思いますしまあこれを見る限りはどん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 加熱して仮想通貨もしくは株式マーケットも含めて上がっていくみたいな感じよりもまだ いろんな経済標を見ながら判断をしていく、まあ、レンジ相場というのが続いていくというふうにも言えるんじゃないかなと思いますので、このあたりしっかりと皆さんと一緒に毎回毎回見ていきたいかなと思っています。ちょっとですね、チャートを見ていきましょう。まずはですね、皆さんと一緒にビットコインの冷やしのチャートを見ていきたいと思います。こちらがビットコインの冷やしのチャートで、現在ビットコイン6万5000ドル近辺を推移しています。ここ最近のこのトレンドのですね、 ラインというところが今後サポートになってくるかというところとまあ、あとはこの直近のですね高値いくつかありますが、まあ、この辺りがサポートラインになってくると思うのでまあ、この辺りをしっかりと維持できるかどうかというところがまずはですね注目のポイントにテクニカル的にはなってくるんじゃないかなと思いますで、まあこういったのも重要なんですけれどもやはりですね大きなトレンドをつかむ上では今はですねマクロの関連ニュースというところがま最重要問題に なってくると思いますので、まあそのあたりについては日々ですね皆さんにお伝えできればなと思ってます。はい、でイーサーについてはこちらなんですが、まあ、レンジの相場ないというところがま今の状況かなと思います。で一応ですね昨日についてはえー、っとですねこの黄色の線で引いてますけれども、えー、まこの去年のですね去年かな三月二、えー、月か2月の上昇タイミングで一旦ちょっと頭を打ったところの レジスタンスで今日は頭をですね押さえつけられているような形になっているのでまあテクニカル通りにちょっと動いているような感じにはなっていますがまあいずれにせよですねビットコインの上昇下落次第かなというふうに思っております。で、昨日もですねちょっとこれもテレグラムの方で皆さんにご紹介をさせていただいたんですが僕のですねポートオリオの構成を少し変えていこうかなというふうに思っています。やっぱりここ最近の動きを見てみると イーサーよりもソラナの方がパフォーマンスがいいという状況が非常に多いですし底堅さというところを見てもソラナの方が非常に強いかなというふうに思います。で実際にちょっとチャートを見ていただけば分かると思いますけれどもえー、っとソラナソラナはですねあれありましたねはい。 こんな感じで、まあ、ちょっとビットコインに近いようなチャートになっている、もしくはまあそれよりも底堅いチャートにまあ見えなくはないかなというふうには思いますが、まあ、いずれにせよです、ね、イーサリアムと比較すると、パフォーマンスというものがまああの著しくいいというような今、状況にあるんじゃないかなというふうに思っています。なので、まあ、今ですね、かなり僕のポートリオの中で、まあ、そのいろんな投資がまた別であるんですけれども、手元にある資金という意味では、 えー、イーサーがです、ねまあ、本当に一今一番持っている割合として、えー、多いんですね、まああの。ステーブルコインというのもあるので、まあ、そこも含めるとちょっとバランスなかなかあの申し上げるのは難しいんですけれども、まあ、大体今、えー、イーサレムがステーブルコインを除くと、えー、全体でどれぐらいかな、えーっとまあ、半分ぐらいは、えー、イーサーになっていてで3割が、えー、ソラナになっていて、まあ、2割。 ビットコインまあ1割ビットコインぐらいかな。まあそれで4割ソラナぐらいにもしかするとなってるかもしれません。まああのビットコインについてはどん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 まああのずっとちょこ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 買ってるんですけれどもまあちょっとそのイーサをステーキングするというところに結構ここ最近全力を尽くしているのとまあ,あとはソラナは前回もご紹介させていただきましたがサンクタムというですね今リキッドステーキングのプロジェクトのエアドロに参加しようということでかなにそこに今比重を置いて 資産を動かしてていいるとううよなな状況になってますでもうちょっとしたらですね、このイーサーが手元にいろいろと返ってくると思うので、まあ、これをです、ね、徐々にビットコインとアルトのまあソラナですねに変えていくという作業をまあ僕はですねまたしていこうかなと思います。まあ、ちょっとですねエアドローのフォーカスというものがあのここ数ヶ月間はかなり強かったということもあって、ビットコインを削ってでもそっちの方に。 あの資産を入れていたのでまあ結果的に見るとどっちが良かったかっていうのはあの終わってみないと分からないんですがもしかするとトントンぐらいに結果的にはなってしまうのかなというふうにま思ったりはしています。ただビットコイン持ってるだけで良かったという感じにですねなるかもしれないのでまあこれはあの最後まで分かりませんがまああのやはりですね今ビットコインとまずそもそも e s っというところで見ると。 ビットコインンののアダプションの方が、まあ、さっき見ても分かりり、ます通う多くの金融機関がもうビットコインを買うもしくはビットコインのビジネスをやるみたいなものがどん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 浸透していってる一方でインスタについてはもちろん引き続き ETF の承認期待っていうものはあるんですけれども、まあ、それでもやはり承認されたとしてもビットコインの方が需要はもう本当に大きく高いと思いますので。 やっぱりですねビットコインの上昇率の可能性の方が高いのかなというふうには思っています。で、その一方で、やっぱりですね、ソラノに関しては、機関投資家からももちろんそうなんですけれども、リテールからの興味というところも非常に強いトークンでもあることから、やっぱりですね、上昇の勢いというのは、イーサリアムもですね、結構強かったりもするのかなと思います。イーサンを持ってる人は、僕もそうですけれども、そういったどこかにステーキングをしたりとか、いろんなディファイをやったりとか、 まあそういった人がですね結構多くてじゃあ大きいマーケットが盛り上がり始めた時にいいさ買うかっていう人っていうのはまあなかなか正直いなくて安い時に仕入れたいっていうのはまあ,あると思うんですがまあ大きな上昇を狙っていく中でえビットコインなのかまあ流動性も高いですしねビットコインなのかその中ほ他のミームコインとかほ他のものになっていくってことがやっぱり結構多かったりもするのかななんていうのはまあ僕の 感覚的に持っている印象ですね。まあ、これは人によって違うかもしれませんが、まあ、僕はそんな感じで今ちょっと思っているので、まあ、運用方針としてちょっとですね。まあ、変えていこうかなという風には思っています。はいまあ、こういったことをですね。あの今後はもちろん、この動画でも発信をしていくんですが、まあ、テレグラムの方でも限定で動画ちょっと作ったりもしようかなというふうに思っているので、まあ、こういったあの今の僕の投資方針とかまあ、どういうふうに資産運用しているのかとかまあ、そういった。なかなかですね。ちょっとあまり。 あのパブリックの方で言うのはどうかなっていうふうに思うことも、あのテレグラムの方で発信をしていきたいと思いますので、えー、ぜひですね、えー、テレグラムの方概要欄か、こちらの上の方からですね、えー、QR コードの方から登録をお願いいたします。はいってことで、皆さん、今日も動画、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。